勝率 60.71% のバイナリー15分バイナリーオプションのインジケーターです。3分足で、実施いたしまして、このようにシグナルが出てね、7時24分に出てから15分後7時39分にね、判定ということでね、28個シグナルが出てて勝率 60.71% ですね。設定値はこうなります。このようなね、バイナリーオプションのこのインジケーターの名前はこうなってますね。で、高温徐々に上がっていって高温に稼ぐということですね。他見てるとこちょっと見てみますと、ね、こうあるわけですね。ここ密集してますね。ここにこう出てきたときに15分後だからね、このやりやすいですね。15分のこれだともう 60% で稼げるってことですね。ここでシグナルが出て、ここで判定で、ここでシグナルが出て、1,2,3,4,5、ここに出たはずなんだけどな、ちょっと待ってくださいね。もうここにシグナルが出て、ここでね、これは追加追加だね。ここ出てここですね、2つ出てるわけですね。ね、ここでポイントね、42分ね、コート2箇所打ちますよって、これ何ピンになるわけですね。ここにもありますね。まあ 60% 以上だとなんとか取れるでしょう。少しだけね、作業がかかるけど、こうでしょ。シグナルが出て2つ難品ですね。1,2,3,4,5、2つ出てるわけです、これ。でここで決算まとめてね、ということですね。設定値はねこうなります。でこれは再設定がないですから、このシグナルね、再設定このまま打てば稼げるということですね。あなたも誰でも稼げるという、パソコンの取り扱いができる方ね、それで、ちゃんとこの設定をね、こう今こういう設定でやってて、この勝率60点、もっといいのが勝率出ますから、ね、設定して、28回ですね、の60、ね、だから28回通して、どんぐらいかな、18ぐらいは勝ってるんですね。ということですね。至って簡単なバイナリーオプションのインジケーターでした。設定してね、3分足でやって、設定値で勝率のいいようにして、これなると15分でできるんですよね。そんなことでした。私は2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一となり、1億円近くを投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリストの販売屋先生でした。どうもありがとうございました。